こんにちは。こんにちは。いやお願いします。いやお会いできて光栄です。こちらこそ。厳しいアナウンサーの長岡大河と申します。九州大学の足立です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。学部は工学部です。何の勉強されてるんですか？原子力関係の研究室に所属しています。はあ。大学院への進学は？いや、もう考えてないです。就職活動は？もう考えてないです。プロ一本？プロ一本です。すごい。いや、力強い言葉ですよね。こちらが九州大学から初のプロ野球選手を目指す足谷大輝投手です、最速144キロのストレートと、見てください、このキレのあるスライダーを武器に強豪の私立大学にも投げ勝った注目のサウスポーなんですね。創部106年という長い歴史を誇る九州大学野球部で、そもそもプロ志望を表明したのがこの足谷投手、初めてということなんです。聞かないですね。そう。ではなぜ球大からプロに、いや、そもそもなぜ球大に入学したのか、まずはそこからお話を伺いました。今回どうしても聞きたかったんですけど、はい、なぜ九州大学にっていうところはいかがですか？いや、実は言うと、そうですね、僕本当に野球したくて大学に来たみたいな、本当にこれを言ってしまうとすごい教授の方とか反感を買うと、いやでもそうなんですか、はい、僕高校がそういう上下関係とか厳しくなかったところでやってきたので、ちゃんと自分で目標を持って、そして自分に時間を使えるような高校と同じく自由な環境のもとでやった方が伸びるんじゃないっていうアドバイスを受けて、そう、やっぱ国立でプロっていうのも、そこもなんか面白いなって自分の中でもあって。だから国立大学出身者のプロ野球界入りって、はい、それもまた一つの夢とロマンがあって、はい、そこでまた新しい火が燃えたっていうところもあったんですね。そうですね。自分のペースで野球ができる環境、そして国立大学からプロ野球へという大きな夢を求めて球大にやってきた足谷投手。それでは果たして一体どんなボールを投げるのか、この体を持って受け止めてきました。すごかったです。では足谷投手、よろしくお願いします。お願いします。最後、はい、いやー、ロボレ、いや、すっごいもらったー。今のは血を張ってたなー。いやいやー、最高ー。ナイスボール、ナイスボールすぎるって、本当に。最高。いやー、いでーいでよ。なんかその物理的な球の重さだけじゃないんですよ。もう彼の思いみたいなのもめちゃめちゃ乗っかってきてる気がして、本当になんか夢とロマン受けてる感じ。明日に通してね、本当にこう思いのこもった素晴らしいボールを投げてくれて、でこの決め球のスライダー、めちゃめちゃ切れ味鋭かったんですよ。見えない。そう。ただ今回のドラフト会議でどうしても気がかりなのは、スカウトの皆さんへのアピール、こう新型コロナによって試合が中止になったりとか、アピールの場自体が少なかったんですね。そこで明日に通して目をつけたのは、なんと YouTube だったんです。その大学3年生の春の時に初めて緊急事態宣言が出て、そのままただただ時間を過ごしていくのはもったいないなっていうのを感じて、でまあ自粛期間で自分でトレーニングをしてるのをずっと動画を撮ってあげてたら、もしかしたら何か起こるんじゃないかなっていう思いで。自分のことを器用な人間ではないと話す足谷投手だからこそ、夢に向かってまっすぐ、プロ野球選手への思いがぶれたことは一度もないと話します。周りからいろんなことやっぱ言われますか？まあそうですね、もうなんで球団に来たのにそういうことするんだろうみたいなことも言われますし、そのプロになれなかったらどうするのとか、そういうマイナスなことも言われたりはするんですけど、本当に僕の中ではもうなると思ってますし、そこはずっと最後の最後まで諦めてないですし、目の前のことを一生懸命頑張ってたら必ずいい方向には行くと思ってるので、一生懸命勉強頑張った結果、九州大学に合格して、結構今があると思うので、未来のことは何も分からないので、今はとにかく全力で頑張ろうと思ってやってます。うわ、じゃあ最後ストレートいきます。はい、ど真ん中いきます。はい、お願いします。いやいやいや、今の最高、ナイスボールです。